ブラディーミル・ペター・ケッペンは、ドイツの気象学者、気候学者、また植物学者である。ドイツ学派の気候学の体制者として著名であり、彼の考案した、ケッペンの気候区分は、改良を加えられながら、現在も広く使われている。ロシア語名は、ブラジーミル・ペトロービチ教ペン。ロシアの歴史研究家、ペーター・フォン・ケッペンは、スウェーデンの気象学者ヒルデブランドソンが集めた。 高層雲の観測結果を利用して低気圧が持つ熱的に非対称な温度構造がイギリスの気象観測者例が指摘した地上と高層での低気圧中心のズレによって低気圧前面での暖気の上昇と高面での寒気の加工を引き起こしていると考えた彼は層圧的な考えから低気圧内での温度分布と気圧分布を初めて推定して 低気圧の熱的構造を明らかにした。海上気象部を去った欠片は気候について体系的な勉強をはじめ気球を使って上空の大気に関する研究も行った。1884年には気温の季節変動について記した最初の気候区分地図を発表した。これは1900年頃までには欠片が生涯をかけて改良に尽くした 気候区分システムに発展する。欠片の気候区分システムとしての完全版は1918年に最初に出版され、1936年にはその最終版が出版された。欠片の気候区分の実用的性格としては、植生特に高等植物と気候を結びつけた点である。高等植物は移動性が低く強い集団性を持っており、 景観に与える影響が極めて甚大である。また、植物は生態学的に見て生物界における有機物の第一次生産者であり、これにより植物を食料内住みかとする動物分布も規定される。人類もまた食料生産の多くを植物に依存しており、農耕の歴史とともに諸文明の歴史がある。さらに植生はその厚みや密度が 土壌の形成や場合によっては微地形にさえも大きな影響を与え、微生物の生育環境を左右する。こうしたことから、農業をはじめとする諸産業の各分野、人口分布をはじめとする社会、経済などの分野、歴史学、考古学、人類学、民族学など人文書科学の分野でも、欠片の帰国分は広範囲の実用に供することができたのである。 ケッペンは、飛行区分システムの考案とは別に、古気象学の分野でも功績があった。1924年には、義理の息子にあたるアルフレート・ベーゲナーと、地質時代の気候、ダイクレマイト・デア・ジオ・リジス・ケン・ボール・ツェイトを発表し、ミルティン・ミランコビッチによる表記の理論を強く支持した。晩年には、ドイツ人気候学者、ルドルフ・ダイガーと協力し、五巻の 気候学ハンドブックを執筆した。五巻が完結することはなかったが、ケッペンによる三巻が出版された。ケッペンは1940年にドイツのグラーツで没した。ケッペンの死後はガイガーがケッペンの気候区分システムの改良を行った。ありがとうございます。